あ、モンゴルの話していい？モンゴルってな、アジアのな、片隅にいたのにな、ヨーロッパの方まで攻めていったのよ。で、なんで、そのヨーロッパのかなり、もう、3分の1部分ぐらいを支配したんやけど、なんでそんなに強かったかっていうと、当時はやっぱり、騎馬の上に乗って、弓とかをね、使って、こう、戦うっていう、その機動力がすごかったよ。で、もっとすごいのは、モンゴルの人らは、支配することに、こだわらなかった。侵略した土地を、普通やったら、領土広めるために収めるやん。それに時間かかんねん、普通は。もう寝てる、お、寝るな。で、それをせずに、どん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 進んでって、侵略するけど、そこら辺の、そこの、もともと住んでた人に、政治をさせる。こう、統治をさせる。で、どんどん広げていくから、もうどん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 広がっていって、モンゴル帝国っていうのはあんなに大きくなったんや。で、何がすごかったかっていうと、そ ば食うな。駅っていうのを発明して、モンゴルの人らは。すごい早馬を、こう、何キロ地点ぐらいにずっと置いてって、情報の伝達をした、そこで。駅ですね。駅で。その頃からそれは駅って言われてたんやけど、で、まあ、情報を早く伝えたっていうのが、やっぱり機動力、やっぱりモンゴルがなぜすごかったかっていうのは、そういう話があるね。ちょっと俺とろろそば食ってるんでモンゴルの話お願いとしろます。ろそば。あ、でいいっも、すね。シュウさん帰ってきた。いや、モンゴルの話も終わったよ。全部出し尽くしたよ。またしてたの。真の始皇帝の何がすごかったかみたいなのも言えるけそうなんですか。ど。言わんけどね、そこでは。あまたそういう機会があったら言うけど。と18時間あります。どこから出てるかもしれないですけど。どこから出てるかもしれない。そうそう、キングダムね。キングダムもいいけど、俺はもっと深く掘り下げてるから。キングダムより。キングダムよ。いや、キングダムよりもっていうわけではないけど。